なまんだつ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 なまんだ仏,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  <coughs> 仏え今日は2024年の7月7日七夕の日ですね、えー、日曜日ということですから新しい一日になると思います思いますけれども、えー、少しでも、えー、この渋柿の味ですね広瀬誠一さんの 五本を読み進めていきたいと思います。で、え今日は八十七番目の随筆、ユわんや悪人親というところでから読んでまいります。ユわんや悪人親、善人な表王女をとぶユわんや悪人親。これは単二章第三節の五問である。常識的に言えば悪人 なおもて往生を研ぐ言わんや善人親であるところがこの御門は常識や道徳や一般の宗教までも逆さまにして揺さぶっているような空前絶後の超越的宣言であるそれだから一般の人からは非倫理だの勘悪悪を勧めるだのと 解釈するものも出てくる次第である。で、えー、北海における善人悪人である。と、ここは簡易確保してありますね。北海、法の世界、えー、に、えー、おける、まあ法の世界、まあ、ダルマ・ダーティやから世界かどうかわからないけど、えー、北海における善人悪人である。まず この五門の善人悪人は道徳的な世間の善人悪人ではなくて如来の研ぎ澄ましたあ針の鏡針鏡の前に立っての善人悪人であってその次元が違うことを明記せねばならぬ。 えー「さもないとこの御門の本当の意味がわからないのである、ね」「善人悪人」という言い方その「善人悪人」という言葉の、まあまあ、定義っていうかね意味するところが私たちが考えているところと仏さんがあるがままに見ておいでになる悟りの目でご覧になっているのと「善人悪人」という言葉の用いられ方が全く違いますよっていうことですね。 でそのことが分かっていないと善人悪人の定義と言ったらいいのかどうか分かんないけど善人悪人っていう言葉の持つ意味が分かっていないと「歎異抄第三条」の本当の意味が分からないですよとそしてまたこの文をいただく態度であるが自分は善悪批判の第三者の立場に立たないで。 如来の前に事故を投げ出して事故は悪人なりとひざまずくことであるそうするとこの御門の誠意聖なる心がおの、えー、ずから分かってくるのであるとこの誠というのは思想、えー、体とか発正道発正道の方は正しい友人を書く時と 松田聖子の「聖」の字と書く時がありますがもちろんここは「松田聖子の聖」の字で、えー、この門の聖なる心がおのずから分かってくる第三条の「善人悪人」のところ聖意が、えー、聖なる心がですね、えー、第三者的な立場で読まないで 如来の前に事故を投げ出して事故は悪人なりとひざまずくそういったところに始めてそうしてみると必ず「歎異抄」第三条に説かれている「えー、聖なる心、えー」そのお言われがおのずから分かってくるのであると。<laughs> で、えー「仏のご本意の表現である」えー、ここも歓異括弧されています。仏のご本の本意表現である 悪人をお救いくださるのが仏の本意であるそれを親鸞上人がお取り次ぎくださったのが言わんや悪人親であるこのような悪人を、えー、ご償却として、えー、救済せられんとする仏のお言葉を凡夫、えー、が勝手に持ち帰って非倫理だの感悪だのと 低次元の世界から高次元の仏の慈悲を評すること、まことに身の程知らずというほかない。ちょうど本当の親が道楽息子を前にして、えー、生類共に下る意見、えー。他人が何と言おうとお、お前は可愛いわしの子だ。お前はわしの命じゃ。 許ししててやるると言って抱きめるまさに言わんや悪人親の風光であるところがそれを隣の子供のない人が小窓から覗いて隣に子供さんがおいでにならない、えー、ご家庭があって、えー、ご夫婦があってでそれを小窓から横から覗いてそんな道楽息子を許してやると 世間に道楽息子が増えるぞ俺は高校息子の方が良いと言うこれが言わんや善人親というところであるしかり,しかりその父親とは誰か代妃の御仏であるそしてその息子とは誰か重悪の事故であるこの事実,事実に気づく時もう一言、えー、もう一言半句さらにい,いでず 一言半句すらもう出てくる言葉ないですよと。この事実に気づくとき、この事実というのは、えー、その父親とは代妃の御仏であり、そして息子とは重悪の事故であるということやからね、他人のことや、ね、私のことやっていうことで、えー、その事実、そうした事実に気づくとき、 もう一言半句さらに入れずもう何,何も言葉がないと、えー、ただ素直に良能する一つであるただいただくばかりである、えー、他人が何と言おうとお前は可愛いわしの子だお前はわしの命じゃ許してやるという、えー、素直に良能いただく一つである で宗教と道徳の分立ここも仮に格好してはるからまあ言ったらここ箇条書きのトップの一番大事な要点のとこですよね。えー、今までも仏のご本意の表現であるが一つの要点でありでそして、えー、宗教と道徳の分立っていうところここがまた、えーまあ、見出しになっているということですね。 でこの宗教と道徳の分立っていうことについて <laughs> 善人が悪人より浄土王女の正気に近いと考えたり道徳が少しでも宗教の手助けになると思うことは宗教が道徳から完全に離脱しきっていないからである。えー 道徳が少しでも宗教の手助けになると思うことはつまりまあ善ということですね私たちが考えるような意味における善ということが宗教の手助けになると思うことは宗教が道徳善から一般的な意味における善から完全に離脱しきっていないからであるかかる善悪二元対立のうちには真の宗教的救いは見いだされないのである よろしく宗教と道徳を鮮やかに分立して不純な造園を除き一筋に仏の摂取不斜の本願をいただきたいものである。少女「庄者聖なる者」を目指して精進せられついに愚徳の名をご発見になった宗祖上人は。 言わんや国親を仏の慈悲の最終着点最終着点ターミナルとしていただかれたことと拝察、えー、するものであると。でここで割、えー、とよく見られるやり方なんですけど2行に分かってでまあ半分陰文形式みたいな形でですね 善人なおもて往生遂げ方し、言わんや悪人親、これが倫理ですよと。善人でさえ往生を遂げることは難しい。言わんや悪人親、悪人は往生遂げるということはもっともっと難しいことですよね。で、これが倫理的な思考であると。これに対して宗教的な思考やと、善人なおもて往生遂げ、言わんや悪人親と。 ね、これ単二章第三条」に出てくるところですよということですね <coughs>、えー、この第三条については何回か言ってるかな第三条は、まあ、基本これ法然上人の言葉なんでしょうで、えー、これを上人は親内上人は 大変大切な言葉としておそ、えーまあ、らくですけどお弟子さんたちに言うてはってそれをユイエンさんが書き留めてくれはった大切な言葉であるということで、えー、ね、えー、まあ本当にこう常に言うてはったはずです。でそして親鸞上人の一番最後のご消息と思われているところやったら、えー、念仏者は愚者になりて往生せったけ。 でえー、これが似たあ御門が愚痴に帰りて、えー、極楽に生まれちょっとこれごめんなさいあの正確な御門忘れたんでまた書いておきますけれどもごめんなさいねあこんな覚えとかなのですけどもさやけど、えー、愚者にな、えー、りてあるいは愚痴に帰りてで往生させていただくっていうね えー、そういったことがあってそしたら、えー、ここで善人善悪の問題を「単二章の第三条で言ってあってで最後のご小則において、えー、愚かということとそして、えー、おそれはこう愚かに帰ることなんやっていうことですよねで愚かなままで愚かに帰るっていうのは帰るというのはどっか何か <laughs>、えー 最初のにいたところから別のところに移っていたものが別のところから元のところに戻ることを変えるって言いますよね。えー、今日 <laughs>、えー、年会の法事があるんですけれども、ねえー、年会の法事に行ってで年会の法事終わったら帰ってくるわけですね。家に帰ってくる、うん。だから元いた場所に帰る。つまり 元いた位置に戻っていくっていうのはこれ帰るいうことやから愚痴に帰るいうことはそしたら愚痴に帰るって言ったら今愚痴に帰ってないいうことやから愚痴に帰ってないどこにいるのかないうて言うて言ったらこれはですね、えー、愚とか悪とかの反対のところにいるいうことでこれは愚の反対は賢いいうことやし でえー、悪の反対が善いうことやから健全っていうことですよね。で、えー、健全の立場に今いるそれを愚痴に変えるっていうふうに変えるいうて言うてあることはこれは健全の立場をになろう思って励んでるっていうことやから健全精進っていうことで健全精進、健全精進っていうのは ゲ、えー、ギ,ギの姿は一言に「厳、え、泉、ー、精進厳泉しむ」「とんじんじゃにも大きいゆえさんももはし身に見てる」っていうね身に見てりってうゴアさんのあの健全精進というところを思い出すんですよね。えー、そしたら賢い者になろう善を治めていこうと努力するこれは健全精進やけども、えー、それに対してですね、えー 愚愚かかななものは愚かなままにでそして、えー、悪と言われるようなものはこれあの煩悩をかけめなく身に備えてる煩悩愚足のボンボやから <laughs> そしたら煩悩をかけめなく備えてる人間が行動することはこれは善は行い難いもんなんでこれ悪しか行えないってことになりますんで,でそうするとお賢いものであることからかえって そして愚かなものに戻っていく愚かな原点に帰っていくそして善を治めようという思いから帰ってで煩悩不足の自身の姿そのままに帰っていくだからその「精進」という言葉と「帰る」という言葉がこれパラレルというか対を成してるって思いますんで,でそうすると法然上人から教えてもらったその「 愚痴に帰りてあるいは善人なって往生を研ぐって言われるようなそういったことをですね親鸞上人はよく私が僅かな時期ですけれども行進教皇行ってた時に架橋先生や細川行進先生がおっしゃっていたのは晩年になって親鸞上人は法然上人に帰れっていうふうに。 そんなふうに自らにおっしゃってで法然上人に帰っていかれたんだと、えー、自らの法規体系立てていかはったわけだけれどもだけども <laughs> 裁判年になって法然上人に帰れって自分に言い聞かせて法然上人に法然上人から出て法然上人に帰っていかはったんやとでその法然上人が <laughs> 帰っていくいうことはどういうことかよって言ってたら 善人な表王女を研ぐいわゆる悪人親ということでありそして愚痴に帰りてということであってそれはやっぱり健全精進という姿をそんなふうなところから帰って帰ってで煩悩をあるがままに <laughs> 愚かなものであるがままにそして えー、煩悩愚足煩悩かけ目なく身に備えている者が行動したら悪しか犯しようがないんやから悪人のままに。で、えー、そんなふうにして、えー、こうそういうものに帰ってで、えー、念仏を唱える者を救うという三、えー、田の本願に立ち返って念仏往生の葬義に立ち返ってで えー、救われていくのである。それはどういうことかというと言ったらここにも書いてありましたように親子関係ですよね。えー、どんなに、えー、どんなことをしてかしてもなあ親子じゃからな俺は決してお前を見捨てんぞ言うてね、えー、そういう、えー、親子関係の中に戻っていく、えー、全てを流して,て親子関係に戻っていくで、えー、そのことをですね、えー 広瀬さんは他人が何と言おうとお前は可愛いわしの子だお前はわしの命じゃ許してやるというねこういう言い方を広瀬さんはされていますし今言うたのはね「きよし」「国きよし」言て出てくるんです「きし」「たとえお前がどんなことをしでかしたとしても親子じゃからな俺はお前を決して見捨てんぞ」言うてねあのこう 大久保清という人と78人の女性を殺した人間が大久保清,清なんやけどその大久保清に面会したお父さんがそんなふうに言うたいことになってるんですこれはね本当にそんなことあったのかどうかちょっと分からないんですけどもインターネットで見とったらねお東のお寺のホームページの中にそれは書いてあったんです本当にあったことかどうかちょっと分からないんですけどねそれは、えー、でもね わかるる気がするなぁと思うんですよ、うん、で、えー、だから、えー、普通の論理やったら、えー、賢いもの優秀なものがあ、まあ、拾われていくのが今の世界ですよね。えー、そして、えー、今就職活動とかうちの子供なんかもやっていたんですけれども、えー、いた時期もあるんですけどもそれを見とったらねやっぱ優秀な人からすぐね取られていきますよね当たり前の話ですけどね。 でだけど今は就職戦線非常にゆるゆるでね、えー、やっぱり取られやすいです採用されやすすすいでで売り手市場ですしかしこれが10年20年前を振り返ってみますと全くそうではなくてよほど優秀な人でもなかなか就職口が見つからなくてで失われた20年とか30年とかって言われてますよね。 えー、あんな優秀な人でも就職できるのかなというようなそういう時期が長く続きましたですよね。ですそう思った時に、えー、優秀やから取られていく優秀じゃないから取られていかないとかいうのも時代によってコロコロ変わっていくもんやなってびっくりするぐらいです。で、えー、そんなことなんで、えー、なんていうのかね。えー 善人と悪人との定義みたいなもんもやっぱり世の中で、えー、その善人とされる人も昔やったらすごい善人でなかったら <laughs> あの優秀でなかったら就職できんかったんが今よほどのことがない場合り就職できるみたいな形になってるんでそのやっぱり世の中のね、えー、こう基準っていうのはコロコロ変わっていくもんやなだけど、えー、全てのものをべてのものを漏らさず救い取れることについては。 世の中はどううう変変わわろうと基準変わりようがないですからね, <laughs> ねどこまでを採用するかどこまでは採用しないか採用したくても採用できないとかよねそこはコロコロ変わっていくけども漏らさず救っていくということについて世の中や地域が変わっていっても漏らさず救ういうことについては全く時代の変化をの影響を受けませんからね。 そのことを悪人唱起というふうに、えー、おっしゃってるんじゃないかな。みんなを受け入れる。それがどんなものでも受け入れるということが、それが、えー、この悪人唱起ということの、ね、一つの意味かなと思って、今ちょっとすいませんが、広瀬さんの随筆とはかなり離れたことも言うていますけれども、今そんなことを考えたりしてるんですよ。ちょっとだから、えー、今日はちょっとすいません。 広瀬さんの話からちょっと離れて自分の思いを述べさせていただきました今日はこれで終わりますあ、今回はこれで終わりますこの動画はこれで終わります